あ、声は聞こえてるんですね。多分 Wi-Fi の調子が多分良くなくて、めっちゃ一瞬上なんですけどね。ちょっと小島かりんです。Wi-Fi ね、切ったらね、繋がんないやつなんですよ。名前書いていた方がいいですか？テロップ。もうカクカクすぎるわ。ちょっと諦めた。ちょっとじゃあ話していきます。はい、皆さんこんばんは。 NMB48 キャプテンの小島かりんです。この番組は AKB グループのメンバーが月曜日から金曜日までリレー形式で個人配信を行います。毎回配信の最後でメンバー自らが台本に自らをすごいちゃんと NMB メンバー用に振り仮名振ってあります。次回担当してほしいメンバーに電話して出演オファーをし、そこで特定テーマを発表しますというものです。ショールーム説明、アイテムを投げたりコメントが聞くためにはメールのアカウント登録が必要なので、ぜひ登録してください。してくださってますね、きっと。もう画面左下にあるツイッターマークをクリックしていただけると、この番組の宣伝もできますので、皆さんぜひお願いします。はい、すごい今日はいっぱい自己が流れそうですね、このカクカク具合は。はい、ということで早速毎日よろしくしてくれた人についてお話ししていきます。前回配信してたのは石田ゆうみさんなので、ゆうみさんについてねお話ししますけど、ゆうみさんも大の大先輩、NMB48 の2期生さんで、私が5期生で入ってきてるので、もう6年ぐらい差のある先輩になります。あれ、普通に動き始めた。あ、ちょっとずつ、あ、ちょっとずつマシになってきた。はい、でダンサブルっていうグループが NMB48 あるんですけど、パフォーマンスユニットっていうことでダンサブルを私も加入させてもらってて、ゆうみさんと一緒にやってるんですよ。なのでダンサブルのがきっかけですごい距離も縮まって、ゆうみさんはいっぱいいじらせてもらってます。はい、そう、私は5期生です。テロップね、ちょっと一旦やってみますか。カクカク戻ってきたか。あ、出てきた。小島かりん、もうこれだけ言うと。え、グループ名とかもあった方がいいのかしら。グループ名入れときますね。OK。ゆうみさん、ゆうみさんはずっとお泊まりしよう、お家遊びに行くって話してるんですけど、私があんまり自分からお誘いできない人なので、結局叶わず渋谷さんに一歩下がってくださいって呼ばれた方ですか？そうです。でもゆうみさんとはずっと言ってます。お鍋パーティーしようってお話はしています。ただまだ叶ってないので、ね、いつでも来てくださいって言ってるんですけど、私はねお誘いできないんですね、自分から。なので
なんかお仕事終わりそのまま行こうとかそういうので行けたらなと思います。かりんちゃんとこ泊まりに行ったって言ってたよ。あ、結構前に来ました。それはまた別の時に。そう、結構もう数ヶ月前、もっと前の話ですね。それは、はい、ってことでテーマトークゆみさんと決めたんですけど、昨日ねゆみさんが配信してるところに私もいたので一緒に決めて、あれですね、何でしたっけ、プロデュース、セルフプロデュースについてというお話をさせてもらってましたけど、プロデュースは今まで4回させてもらって、劇場公演のプロデュース、ミュージックビデオ Be Happy の撮影、この間青いレモンの季節のミュージックビデオ撮影、写真集、ミニ写真集のプロデュースの4つをさせてもらったことがあるんですけど、はい、ナンバイ公演っていうね公演をもう3年前とかになるんですかね、作らせてもらいましたね。それの時が初めてのプロデュースだったんですけど、もう自信もないというか申し訳なさが勝ってて、なかなか、はい、本番何初日もずっとビクビクして、すいません止まっちゃった。そう、やっぱりいろんな意見が飛んできて、すごい、なんだろう、いろいろ向き合わせてもらった機会でしたね。グループとも自分ともファンの皆さんとも向き合えた、まず一つ目の大きな壁だったしなっていう感じで、でもそれでも何倍を好きと言ってくださる方もいらっしゃるのでね、またどこかでねできたらなとは思うんですけど、講演はさせてもらいました。そう、本当にもう白紙の状態だったので、全部一からメンバーもセットリストも構成も衣装も全部決めさせてもらいました。そう、何倍はまだ終わってはいないんですけど、自然消滅みたいな感じでずっとね放置されてるので、皆さんの声次第っていう感じですかね。はい、でミュージックビデオは、そう、初めて作ったのがコロナ禍で全然活動できてなくて暇だった時に、なんかしたいなってことで Be Happy っていう曲を B2 で、 B チーム B2 でもらってて、MV がなかったんですよ。だから MV 作ってみようかなってなって、携帯で撮影して協力していただきながら、でコロナが大変な時だったので、ちょっとずつ、本当合計で4日間ぐらいかけてかな、4日5日かけて必要なメンバーだけ読んでちょっとずつ撮っていって、完成したのが Be Happy のミュージックビデオなんですけど、本当にもう素人のね映像なので大したものではないんですけど、そう、あの、ぜひまだ見てない方いらっしゃいましたら、こんなん作ってたんだっていう感じで見てもらえたらと思います。結構それは物語系にして、で今の環境と合わせた感じで作りたいなって思ったので、コロナ禍でなかなか会えなくて活動ができないっていう状態と B2 の状態をこう合わせて、ストーリー的にはメンバーみんながわらば、やばい、皆さん充電が落ちそうです。今にもこんなにも充電がないとは思わなかったです。そして充電器がございません。壊れてました。
怖い、これはちょっと危機かもしれません。そう、あの銃、あれパズルとかも作って自分で発注して画像まで、画像作りから始めましたね。充電器ありませんかね。なさそうです。ちょっとまた止まっちゃうかもな、これ大ピンチ。止まったらどうしたらいいんだろう。電話しないといけないので自分の携帯でできないんですよ。どうしたらいいんだい。こっちでもログインしとこう。じゃあすいません、あわあわしちゃって。そう、そんなこんなで、ちょっとショールームアプリ入ってないですわ、こっち。どうしよう、うん、ちょっとどうしたらいい。止まったらどうしよう、どうしようちょっと奇跡を、奇跡をちょっとしな願って。続けちゃう？このまま。ないんですよね、壊れてる充電器が。今何パーかも見れない。いいよいいよ、お願い助けて私を。すっごいね、古い携帯すぎて。終わりました。これはあと 3% しかございません。私は今からダッシュでアカウントを私の携帯に切り替えます。そして電話はちょっと待ってくださいね。あー大変だ、 これは皆さんにこんなんで申し訳ない、本当に。止まっちゃうかも、皆さん少々お待ちくださいね。変えますね。切り替えます同じことずっと言ってますね。間違えた。よし、切り替えます。よっ、あお、間違えた皆さん助けて、急に投票始まっちゃった。助けて、なんかアンケート始まっちゃった。怖い怖い、すいません皆さん。あ、もう電話してくれてますか。ちょっと待ってくださいね。7本に、あ、間違えた、言っちゃった、言っちゃった、もう言っちゃった、言っちゃった、もう今日はダメだ、今日はダメな日だ皆さん、言っちゃった。いけますか。ごめん、もしごめん、もう今ね、あわあわしててね、バタバタしててね、ちょっと待ってね私全然あの結局あのテーマトーク、トークテーマ、トークテーマについても全然話さずに今こういう状態になってます、うん、あ、そうな、はい、びっくりしてるよ電話の相手が。ごめんね。うん、大丈夫。ほんで、あのこの電話かける前にちょっと待って七宝とか言って先に名前出しちゃったはい、じゃあということで皆さんにご挨拶お願いします。はい、ななほですはい、川野です。はい、川野です。マジでごめん、ちょっとあわあわしてて、なんか充電がああだこうだで、うん、
そうしてましたらこんな感じになりましたけど、皆さんそう川野奈々穂にバトンタッチします。はい、そうです。ちょっと待ってね、台本当たってるから今。しばらく雑談がありまして、明日できる？ OK？ うん、大丈夫。はい、じゃあトークテーマを決めます。うん、ね、奈々穂はね卒業間近なわけですよ。うん、だからまあそういう話になるのかなと思うんですけど、皆さん、あ、確かに皆さんいかがでしょうか。卒業前に、そうです、見たかったでしょ、はい、みんな。NMB での思い出、いやでもそういうことになってくる気がするよね。うん、そうやな。そうですよね、NMB48 の一番の思い出だって。じゃあこれですね、やっぱり川野さん。早決まんの。はい、川野さんよろしくお願いします。はい、はい、お願いします。ってことで、ちょっと待ってね。じゃあ、奈々穂よろしく、バイバイ。バイバイ。ありがとう。うん、またね。はい、またね。はい、ありがとうございます。はい、マネージャーさんのお世話になりました、今。ということで、奈々穂です。皆さん、いろいろあわあわしちゃって、バタバタしちゃって、すごい、無様な姿をお見せしてしまったのですが、また誰かに明日よろしくされたら、次はゆっくりと、できたらなと思います。なのであとは明日の奈々穂でゆっくりじっくり楽しんでください。ではランキング発表ですね、これはね。5位から、いやもうしちゃおう、13位から。13位、 NMB 最高、かりんちゃん推し、ありがとうございます。12位、まゆちゃん、ありがとうございます。11位、なつきちゃん、ありがとうございます。11位、えみこさん、ありがとうございます。9位、ピロさん、ありがとうございます。8位、ゆりりん、ありがとうございます。7位、ゆずきちさん、ありがとうございます。口の色ない、びっくり。6位、じゃがさん、ありがとうございます。5位、かなぴ、ありがとうございます。4位、しんちゃんさん、ありがとうございます。3位、れのんちゃん、ありがとうございます。2位は、みゃおいさん、ありがとうございます。1位、ななちゃん、ありがとう。皆さん、ありがとうございました。お騒ぎせしました。バイバーイ。